こんにちは、ぐんじのきれいになるってチャンネルのぐんじです。はい、じゃあ今日のテーマなんですが、今日は3分でできる簡単ローポニーテールのヘアアレンジを3つやっていきたいと思います。はい、でまずローポニーテールっていうのはこのくらいの低めの位置でのポニーテールのことを言います。でポニーテールって縛る高さによって印象が変わってきます。例えばこのくらいの高めの位置で縛ると元気な感じの印象になると思います。まあ、こういった感じで縛る高さによって印象が変わってくるんですよ。で今日は低めの位置でローポニーテールでヘアアレンジを3つしていきたいと思います。仕上がりはすごい凝ったように見えるんですけど、本当に簡単にできるのでぜひ皆さんもやってみてください。まあ、実際3分でできるって言っても本当に3分でできるのかっていうところは皆さん思うところもあると思うので、実際に3分でできるよっていうところを証明しつつ、まあちょっと別にいらないかもしれないけど証明しつつやり方の解説もしながらやっていきたいと思います。というわけでスタート。はい、では早速やっていきます。まず一つ目のアレンジですね。完成形はこんな感じになります。なんか編み込みしてるのかなみたいな、凝ってるのかなっていう感じなんですけど、全然簡単なので見てみてください。じゃあ早速やっていきましょう。では3分測っていきます。ちなみに今日使うのはこういうシリコンゴム、ピンは使わないでシリコンゴムだけ使ってアレンジしていきます。よし、じゃあいきます。よーい、スタート。 OKに引っかかった取るわ。耳の上がすっきりなるような感じで両端の毛を取って縛ります。で縛る位置は首の付け根ら辺で縛ってください。そしたら先ほど縛った下あたりの毛、この左右の毛をまた少し取って先ほど縛ったゴムの上でさらに縛ります。それをもう一度繰り返していきます。で最後にお好みでヘアアクセサリーをつけていただければ完成です。はい、よいしょピントが合わない。ストップ。2分14秒、仕上がりはこんな感じです。横はこんな感じ。はい、これが2分で完成いたしました。どうでしょうか。でも今日使うのはシリコンゴムだけって言ったんですけど、こういうポニーフックとかって言われてるものを使いました。後ろがこんな感じのゴムとかにさって引っ掛けられる棒がついてるやつですね。これをゴムにかけて今日は仕上げました。その他もこういうピン、パッチン止めのピンとかでも可愛いと思います。これをさっとつけてゴムを隠して今日は終了しました。って感じで編み込み風なアレンジがゴム3本でできてしまうローポニーのアレンジでした。すごいめちゃめちゃ簡単なのでぜひ皆さんにやってほしいです。強いて言うならばここを巻いた方が絶対に可愛いです。ちょっと巻くか。巻くとこんな感じです。うん、巻いた方が絶対いい。というわけで1つ目のアレンジが以上です。では次2つ目。はい、じゃあ次は2つ目のアレンジです。2つ目はこんな感じのローポニーテールのヘアアレンジをしていきたいと思います。じゃあこちらも3分でやっていきますので実際測っていきます。これ3分でできるかな、結構きついかも。やってみよう。ではスタート。いきます。まずは耳上の毛を残してハーフアップみたいな感じで上ら辺の毛を取ります。それで
なるべく下の方でそちらを結びます。でくるりんぱをしていきます。こういうピンで先ほどのくるりんぱを上の方で留めます。そしたら余っている下の毛を半分に分けて両方を三つ編みします。両方三つ編みしたら三つ編み同士を一つに縛ります。そうしましたら仮止めしておいたくるりんぱを下げて三つ編みをくるりんぱの上に持ってきてくるりんぱした穴に通します。で穴に通したら両方ギュッギュッと締めていきます。あとはお好みでほぐしていただければ完成です。はい、 OK。 ストップ、セーフ。ギリギリや。というわけで2つ目のアレンジが完成しました。すごい焦ったわ。まあでもいけてると思う。お見せします。はい、こんな感じです。これもう横から見ても後ろから見ても可愛いアレンジなので気に入ってます。しかもくるりんぱと三つ編みができればできてしまうアレンジになりますので、すごい簡単でトライしやすいアレンジかなと思います。髪巻いたりしてもらうともっと可愛くふわふわに仕上がるんじゃないかなと思います。今回はストレートのままやっております。ここだけはさっき巻いたのでそのままですけど、2つ目のアレンジはこんな感じです。じゃあ次は最後3つ目のアレンジいってみましょう。どうぞ。なるってよ。3つ目のアレンジをしていきたいと思います。3つ目の完成形はこちら、こんな感じのアレンジになります。ちょっとすっきりめのアレンジになりますね。では早速、ちなみにさっきは準備不足でこの髪を留めるものを忘れて取り入った時間もあったのでギリギリになっちゃったかと思うので、今回はそういったことがないように準備してやりたいと思います。でもあれも含めて3分だから実質2分半くらいで慣れればできると思うんですよね。というわけでじゃあ3つ目やっていきます。では用意スタート。ゴー。違う、最初前だ。まずは耳あたりのこのくらいの毛をなるべく下の方で縛ります。でその縛った毛をくるりんぱします。反対側もやっていきます。そしたらこのくるりんぱした両方の毛以外の毛を後ろで下の位置で一つに縛ります。縛ったら先ほど作っておいたくるりんぱたちを後ろに持っていって交差させて、交差させたものをポニーテールの下に毛先を持っていきます。くるりんぱでゴムが縛ってあると思うのでそれを取っても取らなくてもいいんですけど、取ってその毛先同士を縛ります。ちょっと手こずりました。はい、ストップ。2分44秒。はい、というわけで3つ目のアレンジが出来上がったのでお見せします。
はい、こんな感じです。これは結構すっきりめのアレンジになります。ただのローポニーテールかと思いきや、ちょっとしたアレンジがしてあるっていう感じのヘアアレンジになります。大人めな感じでサッとできると思いますので、ぜひ、そういった服装の時とかやっていただければなと思います。なるってよ。はい、というわけで3分でできるヘアアレンジを3つご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。こういうアレンジが苦手だよとか、あんまりやったことないなっていう方でも少し練習をしていただければできるようなアレンジになっていると思いますので、ぜひ、まだ暑い日も続くので、ちょっとアレンジしたいなとかっていう時はぜひやってみてください。今後もこういったヘアアレンジの動画とかも出していければなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとはグッドボタンも高評価よろしくお願いします。というわけで今日もここまでにいたします。バイバーイ。